미스테리 軍団 オパチュンです。今日はね、ちょっとなんか変わったニュース入ってきたね。画像、人類の3分の1しか読めない広告がこちら。バラ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 、なんかジンジっていうメガネ屋さんの広告らしいんだけど、なんかこれ人類の3分の1しか見えない広告って書いてあるのね。これ目の錯覚でしょ。でね、ずっと見てたらね、なんか視界がおかしい。なんか変よ。なんかこれね、見終わった後とかも、なんかおかしい状況が。なんか5、6日とか、これ労災降りるかしら。あ、これね、見方があるのよ。まっすぐ見て、離れると。多分、一番下の諦めないは見えると思う。何が書いてあるかちょっとみんなもね、離れて見てみて。これ距離がね、見える見えないのね、次よ。でもちょっとなんか目が、気もなんだろう。見終わった後の目がちょっとなんかおかしい。これちょっと労災申請した。ウーパーの寿司配達ひどい。わら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 。いや、これはしょうがないよ。だって自転車の人とか、あとバイクで、一緒にボックス積んでない人はさ、やっぱり、だって手持って運転っていうのはやばいじゃん。だから、おばちゃんね、びっくりしたんだけど、北区のさ、お寿司屋さんでさ、テイクアウトやってるとこあるのね。で、現地乗ってる、ウーバーのね、お兄ちゃんがいたのよ。お店の人がね、よろしくお願いしますみたいな顔して、なんか渡してもらった瞬間、ファミリー容器にいっぱい入ってるやつ、この写真と同じように。その容器を縦にしてね、カバンに入れたのよ。いや、でもね、しょうがだって、後ろにボックスついてなきゃさ、現地で運ぶって言ったらそれしかないじゃん。それにしても、容器を縦に、サスケでもね、そのなんか縦になった壁に最後まで90度は残ってられないよ。必ず落ちちゃう。でもこれはしょうがないと思う。出前館とか、まあお寿司頼むんだったらそういう風になっちゃうんじゃないかな。しょうがないとは思うけど、おばちゃんね、びっくりした。だって容器縦にすんだもん。いや、こうなるよ。てか、まだこれは有効じゃないかも。みんなね、ウーパー使っといてひどい人ってね、言うのはね、ちょっと、ないんじゃないかなと、おばちゃんも。これに比べればマシでしょ？釣りを玄関の前に置かれるよりもいいでしょ？これ、おばちゃんなんか悲しくなるよ、自分がされたら。なんでそこに置くのって。郵便ポストとかに入れてよと思うけど、こんな置かれ方されたらね、ちょっと一日憂鬱になっちゃう。続いてのニュースは、深圳の75階建ての高層ビル揺れたじゃない。グワングワン行ったんだけど、なんとね、75階まで建てといて、設計図なかったみたいよ。チャイナクオリティ、未だ原因不明。また揺れた中国深圳75階建ての高層ビルの衝撃の真実。なんと設計図面さえなかった。当時すでに振動現象で、何、もう初っ端からすごかったと。で、出来上がった構造物の変更も18日地震と強風の影響もないのに突然揺れて人々を驚愕させた中国深セン市75階建てビルの振動源は今も究明されないままだ。建物は1階から10階までの商店関係者だけが出入りできるように制限を解いて、嘘でしょ。人入ってんの？商店街内部は人通りがほとんどない状態だ。関営グローバルタイムズによると、20日午後12時30分ごろ、建物35階と55階、60階で再び揺れが発生した。各階に入っている商店街関係者の申告を引用し、コップの水や扇風機などが
上下に揺れたとメディアは伝えた。建物管理所側は直ちに高層階の人々に退去を指示した。こうした中、当時施工状況に対して記録した20年前の論文が公開されて論争が拡散している。設計図面が完成されない状態で工事が始まったというのだ。厚生新聞など現地メディアによると、論文の著者は現在の深圳市公共安全技術研究所長のベン・デンスティー氏だ。ベン・デンスティー氏は建物が完成した翌年の2001年1月、渦中科学技術 大学修士論文として深圳災害広場建設プロジェクトの厚生新聞など現地メディアによると、論文の著者は現在の深圳市公共安全技術研究所長のジン・デン・テイ氏だ。デン氏は建物が完工した翌年の2001年1月、渦中科学技術 大学院修士論文として深圳災害広場建設プロジェクトの評価分析を発表した。で、陳元祭はこの論文で、基礎工事完了後、施工会社選定過程で完成された図面を提供することができなかった。とし、記念工事には5000万人民元、現レートで約8億4600万円以上がすでに投じられていて、工事が中断されれば財務負担が大きくなり、やむを得ずこの状態で工事をせざるを得なかったと明らかにした。え？もう2001年には、お金、もう使い切っちゃってもうこれ以上出せないから、図面完成してないけどやっちゃってやって、論文でも言っちゃってると。で、周りも、あ、まあしゃあないわね、っていうことで完成したと。75階建てビル。あ、すげえ。そういうことが許されんの？嘘。で、今その人？何あの、公共関係の安全技術研究所所長。いや、それもすごいんだけど。いや、おばちゃん、ちょっとびっくりくりくり、くりくりや、これ。すべてにおいて。で、特に怖かったのはね、建物の35階と55階と60階はまた、再び揺れたんでしょ？なんでそんな部分だけしか揺れないの？あれじゃ、あの、ブロック積み重ねてさ、あの、二人で、交互になんか抜いていくやつあるじゃん。あれなんていうゲームだっけ？あれみたいにもう、とてつもなく、とんでもないことになってるってことでしょ？あらら。いや、これはちょっと。あれ思い出しちゃって、おばちゃん。何年か前にさ、中国の企業がさ、ベトナムのさ、鉄道のさ、高架建設かなんかやってて、あの、崩落しちゃったじゃない。って言われたところ、みんな見てみたらさ、え、鉄筋、え、こんな形してたっけって、調べたら、なんか、なに、あの、発泡スチロールだったじゃん。でね、このね、ニュースすごい怖いのよ。何が怖いかっていうとさ、このさ、作業員、作業員っていうか、職人さん、いい技してんのよ。これ一件だけじゃないっしょ。恐ろしいほどさ、いい仕事してる、発泡しおるで OK っていう仕事だったらね、この技術、この一回限りで身につかないでしょうよ。長年のなんか技術を感じるでしょ、この写真から。発泡しおるはあかんよ。発泡しおる。だからね、このビルも、全部調べちゃい、やばい。もう怖いことが出てくる。おばちゃんそんな気がする。もうほんと怖い。想像しただけでちょっと、ねえ、サブイボ出てきたんだ。手とか。あんまり見ちゃいけないんじゃないのかな。恐ろしいもの目にすると思うよ。それでは、人生相談の方にお便りが来ましたので、これからお読みしたいと思います。北区のカラオケでバイトしている24歳女、相談があります。普段来ていたお客さんが全然来なくなりました。というより、高齢者のお客さんは増えました。飲み物を持参されるか、水を頼まれるので、
食事やドリンクの売り上げは大きく減りました。長時間利用される方ばかりなので回転率も上げられません。店長は嫌がってますが、こんな状況でもうちに来てくれるので私は嬉しいです。 SNS で友達や知り合いに呼びかけをして呼べたら給与にプラスされるようですが、もうこんなことまでするようならカラオケ業界はダメなのかなと。20歳から働き続けた好きだったこの仕事も終わりが近いことを感じます。勤務時間や出勤日も減り、6人いた仲間も今は3人だけです。それでも消毒や衛生管理を徹底しなければならず、やることは前以上です。こんな私に同情してくれるなら少しお金を貸してくれあ、またこのパターンですかおばちゃんが借りたいわよ。なんでそんなに、見てよ、この底辺 YouTuber を。おばちゃんとこ来てどうすんのよ。前も言ったでしょ、ヒカキンとかこれこれのとこ行ってきなさいよ。おばちゃんのとこ来たって、何も出ないわよ。油身ぐらいだったら出るけど、ちょっと、おばちゃん。あ、この間のあの相談でなんかその少し助けてくださいっていう、あれからプチブームが来てんの。おばちゃんを見てよ。お金持ってるように見えるの。わかるもんでしょうよ。だって、コンビニ行ってさ、ちょっと暑くなってきたじゃん。おばちゃんはね、なんかアイス買うときとか、お金持ってる人はみんなね、ハーゲンダッツとかレディーボーデンとか売ってるところ、お高いところのね、なんていうの、上が開いてるやつじゃなくて、引き戸のところの、ね、冷蔵庫のところみんな直行するでしょ。おばちゃんお金ないから、もうガリとかがある、もう上が開いてる冷蔵庫の、そこのコーナーのところ、真っ先に向かうわよ。おばちゃんにお金ちょうだいとか貸してとか言っても無理よ。ないもん。真に受けた人がね、SNS でもね、何人か来てんのよ。これ知らないんでやめて。言っとくけど、ないわよ。おばちゃんね、週末になると、郵便受けに入ってる。例えば、なんか池袋とか渋谷とかの、なんかマンションの、なんかそういうチラシかなんか見て、なんか日当たりでよくそうね。近くになんかスーパーとかあるのかしら、大きいところ。それでこの間取り、ソファーならここに置いてとか、そういう夢をね、見てる。夢追い人なのよ。叶わない夢を見続ける。そんなおばちゃんのお金貸してって言っても無理よ。LINE ギフトのカルビ肉、脂身多すぎて、苦情シャット、画像あり。LINE ギフトで届いた、丸博商店の飛騨牛上カルビ、ほとんどが脂身。これ、あれでしょ、フライパン温めた時にさ、上に塗る、ラードでしょ、これ。違うの？なんか焼肉のお肉さ、牛肉屋さんで買うと、牛肉屋さんっていうかお肉屋さんで買うと、こういうのくれるじゃん。それじゃないのかしら。これで、なんか美味しいお肉を焼いてってことなのかなとか思うんだけど。ああ思えばいいと思うのよ、ちょっとがっかりな。なんか、レバニラ炒め。どうかの、町のさ、中華屋さんがなんかに入ってさ、で、すいません、レバニラ定食お願いしますって注文したらさ、レバーが2、3枚でさ、ニラがめっちゃ多いっていう。そういう感じじゃないのかな。世の中そう甘くないってことを教えてくれてると思うわよ。私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいで
できなくてどうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京刺激クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。